デンデレンデンデン。はい、ということで、はい、はい、実は何が知らんの使い方が違う。何か言ってでも実は視聴者の方は知らないと思うんですけど、うん、意外と、うん、誕生日プレゼント送り合ってるんですね。はい、そうね、はいはい、僕らは普段からね、誕生日プレゼント送り合ってその瞬間を動画撮ったりしてますけど一生出ない。けれども、はい、身内で実はまだ一回もね、誕生日プレゼント送ってない人いると思うんですよ。ちょいちょいあの、大喜利人に出てる。ああ、真空ジェシカガク。ああ、そうそうそう。そう、真空ジェシカガクは、あの、僕らみたいな理系のネタが通じるにもかかわらず、ね、あの、関根さんのメンバーからは誰も送ってない。まあ、その真空ジェシカをネタにした動画を最近アップしたヨミユさんでございます。ユウトスタログ天才や。ほんまにちょっと精度の悪い自動翻訳やで、ね、多分。じゃあね、今日はこれ種プレゼントの値上げをかき決めようみたいな感じ。いや、ヨミユさんの誕生日プレゼント、うん、円周率送ってみたら面白いと思うんですよ。何言ってるんですかねー。でも見てみたいかもーということで、今回に行くか、ヨミさんの誕生日プレゼント関村サークルの N 超アケットの円周率プレゼントできる説。いやー、すごい一回目で拾ってくれた。だからこのメンバーにしたんですよね。あの、お笑い好きとは円周率だから人呼んで。円周率スタントは円周率スタント変えようかな。仕事言うてちょっと気になるじゃないですか、販売店の今の実力、まあ、手法だったり計算方法だったりそういうのを使えば円周率何桁求めれるのかっていうのが単純にちょっと疑問として思いまして。なるほど、はい、そう、そういうのを求めるのがサブで、メインは誕生日プレゼントとか。そうそうそう、 USB とかあるじゃないですか、うん、あれの 1TB が大体1兆なんですよ、うん、だからこの USB1 個ポーって渡すだけでなんと1兆バイトの円周率を送ることができるだろう。おー、目指したい。開いたらバカでかいワードファイルが入ってる、うん、そうですね。空手のテロイのということでやっていきたいと思います。せーの、ゲーム。じゃあまずは原始の人類はどんぐらいの生物を求めてんかなっていうの一旦ちょっと机上のあれで。紙はいるやん、でけえ、でけえな、映んねえだろ。あれか、映んないかな。針だけいっぱい買ってきてるビフォンの針なの今から。あー、よし、OK、はい、はい、お願いします。はい、よし、じゃあまずはじゃあ無難に四角形からいくか。すごい四角いるってお前それは雑な禁じ。ちなみに円周率の定義は、円周率の定義はあの、その定義をする前にまずあの、すべての円は、うん、あの、相似だっていうことの証明をしなきゃいけない。あー、円の癖 1+1 イコール2になってる。直径と円周の比を考えるとこれはどの円でも一致すると、うん、これが円周率と呼ばれるものです。なるほど、まあ、四角形でいくか。雑な禁じ。あ、雑な禁じ、雑な禁じ。雑な図形。警察に捕まり始めている。このパイで表すとすると 4b よりも大きくて 4a よりも小さいはずや、まあ、ちなみにここからここまでの距離っていう概念はどうやっていきますか。超えて、ピー。そうするとこれが 2.8 から4の間。おー、おー、これは知ってるんすよ。だからつまり僕らの限界で言うと、ヨミユさんに送るデータは 2.8 から4。から。まだ整数部分もまだ分かんない。え、これ三角形やったと思う。一回やった。一回三角形やった。あ、はい、お願いします。あの 3.14 まで分かるには何角形まであればいいかって思ってるんですけど、うん、あー、なるほど。いや、結構いや、それ予想していくらやと思う。あー、70 100じゃあ1000ニューニアピン賞。おお。で、96角形だ。へぇ、だから、まあ、じゃないか、まあまあ、でも一応高校数学の範囲で、うん、もうちょっとヤバい問題が昔出たっていうのはご存知ですよね。12分の π ね。あー、だから、ね、3.141から3.142。そういった感じで、まあ、いろんな禁じが生み出されておりまして、うん、他にも、まあ、どういった禁じがありますかというと、まあ、橋木さんがずっと言ってるように π だけのやつ、うん、面積分の接してるあれで角度まで角度でみたいなもありますし、なんか最近ちょっと数学のあれで話題なのが
あ、何回ぶつかりやすい、何回ぶつかりやすいけど、いけるとか言うあのわけわからん筋肉方法もありますね、シミュレーション系で言うと、はい、なんか昔やられたけど、なんか農民が税を納められないって言って畑を全部丸く改造して面積わかんないって言われてっていう一気を起こしたらしい。なんか数学ヤンキー。一応、え、 3.14 まで分かったのっていつぐらいなんですかね。もう答え分かってるんじゃん。いつぐらいなんでしょうか。クイズ。さあ、じゃあ紀元前3世紀アルキメデスは3.14まで求めれていたでしょうか、いなかったでしょうか。求めれていた派。求めれていない。求めていた。いたすげえ。で、なので、これは教科書載ってた蘇中士って人が、まあ、これはセンター世界史 B で出てる人なんですけど、うん、あの演習率を求めたとして有名な人の、そう、まず言ってが 3.14159 まで行ってます。おー、すげえ。それを踏まえた上で、我々は今回どうするんですか。どういう手段。じゃあ、何で禁じしたいですか、皆さん。で、それは何で、何で禁じしたい。面積。そいつはこれは、かっけーです、かっけー。これってことだよ、それ。そう、かっけー。かっけーの嘘をやめろって。リクー、かっけーな。誰かかっけー係作る。はしけいやです。2の30乗角形とかどう。円周率の別名の何とか数みたいな記録がありますよ。あー、ルドルフや。あ、そうそうそう、ルドルフ数っていうのがありまして、このルドルフさんは、うん、じゃあ、正何角形を使って記録してます。いや、お前出たかよ。出たかよ。65,537。あ、確かにいいとこ行ったな、お前。俺もそんぐらいやと思うわ。彼が使ったのは66。すごいわ、それは名前ついていいわ。60角形はついて。じゃあ、まあ一旦これが一番精度いいか分かんないですけど、はい、かの有名な芝の神から教えを授かったラマヌジャンが、ラマヌジャンだ。それは俺でも聞いたことある。ラマヌジャンジャンの式がありまして、作ろうかな、ラマヌジャン作ってみたっていう。ラマヌジャン中国に輸出してみたってこと。はい、ラマヌジャンが、思いついたのがこれです。思いつくっていう概念が分かる。これ聞くってんのよ。これ何が気狂って言ってさ、これ金じゃなくてイコールってところだよね。確かにイコールやん。これシグマなんで、要するに今これを N イコールどんだけ何にするかによって、でも俺 N イコール1でもやりたくないけど。任せながらあるんで、今は一応253 253 952 952電話番号これ。で、何なんこれ。これで、3.14158。あ、言うてる。ラマヌジャン。やっぱラマヌジャン作ってみるしかないですから。ラマヌジャン作らない。作るしかないわ。これデータとしてあったのが、89億桁を計算するに使われたラマヌジャンのなんか進化版みたいな公式が、うん、手動ノブスキーっていう、何これ3かな、入れるだけで50桁の精度があります。うわ、そいつらマジ一回打楽器やったやつ土下座してこい。で、今はちょっと違う方向でやってるらしいっていう感じで、100兆桁を出すのに使った、最近のやつ、そう、サイトがなんかあの普通にあるんで、うん、これで俺を何やって今のは普通にあるんだ。これは視聴者の方に演習率はこういう風に求められてきましたよっていうのを、ね、導入ってやつね。導入です。で、果たしてまあこれでもこうパッと見、まあ、何のこっちゃ分かんないんで、うん、果たしてこれを使えるのかみたいな、英語で書くね。そうですね。100兆桁の演習率を元のように使ったやつは128コアの CPU に864ギガのラムに。待って、ラムなんぼって言った864。バカか。だからね、ヒカキンさんが買った MacPro 1.5TB やからいけるわ。いけるな。いけるな。すごい。ヒカキンさんに DM 送ろうや、練習率求めませんかって。There is insufficient available physical memory。 メモリ足りんってさ。ヒちゃん軽いな、でやるか。確かに。じゃあ、2500万桁でやる。出た。もう出た。うん。おもろ。あ、チュドノフスキーって感じ。あ、やばそう。お、お、あ、あ、やばそう。グルグルグルバ。あ、音出し。2024メガテキストで。初めてメモ帳が応答し。確かに。でも、せいぜい写真1枚はなんで開かれへんの。なんかまあ、こんなことしないからじゃないですか。おか
しいおかしい、やばい、なんかブラックスクリーンが謎の場所、うわあうわあうわあホラー映画やろキャーだよこれ、キャーだよキャーだよキャーということで一旦このゆゆさんのわいわ PC では5億桁が限界です。ちょっといろんな方法でちょっといいパソコンを触れたりできないかなみたいな、あれか、大学のパソコン使うかそうですね、うん、ハッピーバースデー呼びのおはようございまーす。誰が高い声の人準備できなかったこれ企画、いや、まだありますよ、まだあります、まだあります、まだあります。じゃあ一旦じゃあキムさん、あれをデデ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 こちらでございます。今これ中を当てればいい。あ、じゃあ一旦当てれます。当てれます。まあ、猫は入らなそうでも猫に期待なんで入ります。まあ、死んでる怖っ怖っ。猫に期待ないで最悪だもん。俺らがプレゼントでしょって。はい、そうです。あの、呼び鳴りさんしか喜ばない、まあ、あるクラスの微分方程式の回とかってこと。まあ、ワンチャンナビエス方程ストークの回が入ってたの開いた瞬間にユリアモードが増えました。なんか1億円ですね、まだ。 N は NP だよとか書いてあるそのファーストオーサーの権利みたいな。あげていいんですか、じゃあ。はい、もうちょっと、リアクションむずえ、なんか見てみたいですか。いや、そうでしょ。おー、なんか見慣れたアイコンがあるわ。そうですね、こちらじゃあ、押してできそうだよ。いや、多分今、なってる。こういうのが、こんな思うことってある。やばい別の世界に出入り口なんですよ、これ。あ、開きました。いや、まあ、300GB 中 128MB 表示中なんで、で、このチーフスクロールバーの上から。待って、いや、だったらあんま3なきゃよかった。300GB ということは半角英数字は1バイト。あ、1バイト、あ、はいはい。あ、じゃあ 300GB 文字ってこと。300GB 文字。いい。でも嫁さんといえばね、やはり円周率だと思いまして、嫁率がまず 3.1 だとかいう話だったんですけど、やはりもうちょっと正確な円を目指してほしいと思いまして、多分目の画素を超えてると思うんですよ。あんまり目指しても意味ない気もするという形で、私たち関大生の力を全力で用いた結果、円周率を300億桁というのができましたという。あ、これ出力させたの。はいはい。先にそれ言えよ。まあ、僕ら頑張ったって言ったじゃないですか。頑張ったんですよ。それを知らないのよ。計算のスキームをちゃんと、まあ、いろいろ探した結果、僕らのパソコンじゃ無理やったんで、うん、あの伊藤先生のパソコンで計算してできましたかって言ったら、なんかパソコンで遠隔でやってたけど、なんか1週間ぐらい経ったら終わったから送るよみたいな。1週間ぐらい経った。はい、みたいな。すげえちゃんとした誕生日の準備してる。って感じで、はい、ね、積分サークルのからの誕生日プレゼントでございました。おめでとうございます。おめでとうございます。ございます。いやー、でもこんな演習したくさんいただいてね、心はまあいっぱいいっぱいなんですけど、面白いリアクションするのはちょっと無理っすね。無理っすだけに。ケーキじゃなくて、お前パンにしてきたらよかったのに。あー、確かに。